剣の騎士、押してまい。覚悟をせい。はい、行くぞ。覚悟は大剣将ブランドよ。これで終わりか。感謝する。Thank you.
よし。ん？なあ。確か。は。なんでも。ほうほう。よう。どれ。よし。パーフェンだ。すごい。へへ。へへ。パーフェン。おう。よし。ありがとう。どう？うん。まあ。お辛いでしょう。よう。アーフェン。おう。こら。え？ありがとう。じゃあな。うん。
お、なんだ騒がしいな。薬師様、ありがとうございます。この薬は奇跡のようです。夫の熱もすぐ下がって。本当に何とお礼を言っていいか。お代もこんなに安く、もっとお支払いしたいくらいよ。とんでもありません。必要以上のお金はいただけませんわ。お薬で皆さんが良くなれば、それが何よりのお代です。病から人を守るのが薬師の役目ですから。いいこと言うじゃねえか。あんたが噂の薬師だな。あら、そのカバン。まだ駆け出しだけどな。俺、アーフェン、よろしく。バネッサよ、こちらこそ。病から人を守るのが薬師の役目か。し、薬師にとってお代なんておまけみてえなもんさ。病に苦しむ人の力になれる、それ以上何もいらねえよな。ええ、そのために腕を磨いているのですもの。話せるね、姉ちゃん。なあ、よかったらあんたの薬見せてくれねえか。え？あんな評判の薬なんだ。きっとすげえ腕に違いねえ。素材とか練り方とか勉強させてもらいたくてよ。ごめんなさい、同業の方には仕事を見せない主義なの。おっと、すまねえ。技術も財産だ、気にしないでくれ。いいのよ、あなた勉強家さんなのね。なんたって駆け出しだからな、勉強することだらけだ。じゃ、縁があったらまた会おうぜ。あんたがいるなら町は安心だ。買いかぶりよ。さて、どうすっかな。浜辺の方でも見て回ってみるか。アーフェン君、
よう。いいねありがとな。そうか。ねえねえ。いいか。そういうもんさ。まあ、まあ、あら、ええ。それで、ああ、ええ、え、ふん、いいですわ。ええ。ありがとうございます。まあ、どう？ごめんなさい。ちょっ
よう。え？へへ。よ。見せてくれ。なあ。うん。なあ。え？見せてくれ。まさか。ごめんなさい。あいつ。なあ。さあ。よっしゃ。ありがとう。は？なる。
は、なるほど。ありがとうな。よっ。急いで青ホタルゴケを取るのよ。患者様たちがお待ちだわ。こんなコケが大金になるなんて。まったく薬師ってボロい商売よね。ようバレッサ、ちと聞きたいことがある。鍵つけたか。意外に勘がいいわね。あんたが最初に町の人に出した薬はガボラオネマだな。わざと大量に処方したな。咳に効く薬を後で売るために。ご名答よ。私は各地を旅しに薬師として稼がせてもらってる。みんな病気や薬には無知だもの。欺くなんてちょろいものよ。
あなたみたいな同業者を除いてね。病から人を守るのが薬師じゃなかったのかよ。覚えておきなさい。信用できるのはお金だけよ。大きな家、いい服、うまいお酒。勝手に望めよ。ただし、人を騙したりしねえでな。薬を道具に使って、人の弱みにつけ込むなんて許せねえ。苦しむ人のために薬を作るのが薬師だろうが。病人なんて飼い猫みたいなものよ。お金を運んでくれるかわいい猫ちゃん、餌やらなきゃ弱って死ぬだけ。どう扱おうが勝手でしょ。薬が思い当たらねえ。お気に召さないようね。じゃあどうする？死ぬ？面倒が起きた時のために保険も雇ってあるの。あなた邪魔だわ。おとなしく帰りそうもないし、帰ったとしても口を閉じてなさそうだしね。ああ、帰る気も口閉じる気もねえな。その代わり、その苔で薬作って町の人を治してやる。薬師の誇りにかけてな。あら、そう。じゃあ、ここで死んでよ。ケチくさい正義感とさ。盛り上がってきたじゃねえか。さて、どうしようか。氷乱よ、巻き起これ。氷乱よ、巻き起これ。行きましょう、クルター・グラティエ。行くぞ。中央女ドレファンドに本気を出そうか。せい。ぜ。
負けます。では、行きます。アールデイグニス。頑張ります。アールデイグニス。パーフェン、え？よっしゃ。じゃあな。ありがとう。さて、次はどこに行くかね。薬を待ってる人がどこかにいるはずだ。アーフェン。よう、エリン・フリン。なんだ、びっくりすると思ったのに。フリン、
お前もう大丈夫なのかよ。おかげさまでね。二人とも泥だらけじゃねえか。はい、これあげる。お、貝殻じゃねえか。しかもこんなに。お姉ちゃんと二人で集めたの。ありがとう、アーフェ。元気でね。お前ら。頑張ったよ、アーフェ。貧乏だから。どのくらいあれば足りる？ああ、当分はな。悪いな、気使わしまってよ。じゃ、母ちゃんと仲良くな。大人だって泣きたい時もあんだよ。じゃあな、風邪ひくんじゃねえぞ。じゃあな。少しはあんたに近づけたかな。なあ、恩人さんよ。旦那、なんか食うものくれねえかい。見ての通り怪我しちまって、もう
体が持たねえ。見せてみろ。傷口が腐ってきている。薬を塗らないと死ぬぞ。なんだって？旦那、もしかして薬師ってやつかい？そうだね。助かった。金なら出す。この傷治してくれませんかい？ああ、何でも聞いてくれよ。悪いが、この仕事断らせてもらう。救う価値のない男だ。待ってくれ。なあ、頼む。俺、このままだと。おいおいおい、見てたぜ。あんた薬師なんだろ。患者を見捨てる薬師がいるかよ。なんだね、君は。アーテンテンだ。これでも薬師やって旅してる。ほう、同業者か。私は患者を選ぶ立場。何言ってんだおっさん。救うに値しない命もあるということさ。何やろう、衛生薬師め。あんたも薬師の。任せな。俺は誰も見捨てたりしねえからよ。すまねえ。あんたついてるぜ。ほらよ、とりあえずは大丈夫だ。だがまだ油断はできねえぞ。安静にしてねえとな。助かった。なんてお人だ。アーフェンでいいぜ。すまねえ。まあまあ。よっしゃ。ああ。よし。あら？
見せてくれ。なあ。いえ。くそ。失礼する。ん？君か。ほう。礼には及ばん。私はオーゲン。よっしゃ。ありがとな。実は、ああ、え？お。ねえ。ほうほう。なるほど。おお。なるほど。ありがとな。ありがとう。
ありがとな。よし。ありがとう。へへ。お？なあ。へへ。ああ。ん？なんてこった。君か。おう。まさかあの悪人を救う気ではあるまいな。悪人だと？気づいてたのかよ、あいつのことを。ああ。あの男は農夫と名乗ったが、そうは見えなかった。本人の傷とは違う血が服についていたからだ。それに、素性を聞いたとき目が泳いだ。傷が悪化するまで隠れていたのに、追ってから逃げていた。だからって見捨てたのかよ。言ったろ、救うべき命とそうでないものがある。そんなわけねえ。目の前にいるならどんな奴だって救ってやる。それが薬師ってもんだろ。違うかよ。君の薬を見せてくれないか。あ？なんだよ急に。君がどんな薬を作るのか興味が湧いた。いいぜ、ほらよ。迷いのない良い薬だ。だが、アーフェン君、あの男を救う気なら、はっきり言ってる。やめておけ。んだと？自らの手に問うのだな。人の命を救う、その意味は。悪人の命なら、なおさら。ミエルはどうしてるかな。よう。なあ、どれ。まさか。
なあ。そうかい。うん。よし。自らの手に問うのだな。人の命を救う、その意味を。悪人の命なら、なおさらな。おい、くそ。あ？はあ、なあ、おう。ああ、いいか。わかった。よっしゃ。悪いな。うん？なんてこった。そんな。よし。
畜生。戦いの準備はできているよ。戦いの準備はできているよ。行くぞ。ミゲル、チッ。ああ、フェンカ。悪いな、泣き止まねえからつい刺しちまった。クズだったのかよ。そこどきな、その子を見させろ。動くんじゃねえ。羽鶴を直してもらいたいのは山々だがな、直すふりして連れ去られちゃかなわねえからな。言ってる場合か。俺にとっちゃ大事なことなんだよ。なんたって故郷にはガキが4人だ。3人だっただろう。おっといけねえ。下手な嘘はつくもんじゃねえな。ガキなんかいねえよ。明日の飯もわからねえのによ。まさか信じるとはな。感謝してるぜ、アーフェ。あんたのおかげでもう一稼ぎできる機会をもらったんだ。認めるぜ。これはてめえを直してやった俺の責任だ。俺の手で取り返してやる。そこをどきやがれ、逃げる。アーフェ、俺が傭兵だったのは本当だぜ。早々のミゲルってな、戦じゃ手だれも随分殺した。来な、薬師ごとき俺様の相手じゃねえ。手加減できねえ方でな。さて、どうしようか。雷鳴よ、驚き響け。いつライフスピードか。よっしゃ、頑張ります。オペリーチェネブラ。サンダレア。サンダレア。将来
らんよ。巻き起これ。上がってきな。ほらよ。負けません。コングレアルツ。行きましょう。バックステックコングレアルツ。主王女ドレファンドよ。あっ、集中していこう。マレフィックよ。逃がせ。ぜえ。さてと、ほらよ。負けません。コングレアルツ。マジックスピードで。さて、マレフィックよ。苦手。頑張ります。コングレアルツ。よっしゃ。ヘイ。マレフィックよ。行かせ。マジックスピード。マジックスピード。どれ？お母さん。ねえ。よ。そうだ。いいだろう。俺は。俺は。Thank you.
もう10年前か。私が薬師を始めた頃だ。妻と二人で村の小さな家に暮らしていた。ある日、村に一人の罪人が。彼は追っ手を振り切り、瀕死な状態だった。私は罪人であると知りながら、彼を自宅に寝かせ、無償で治療をした。どんな人間であれ、救うのが使命だと信じていたんだ。彼の容体は解放へ向かった。私は自らの腕が誇らしかったよ。だがその日、薬の材料を取りに出かけ、家に戻ると、妻が変わり果てた姿でそこにいた。私は認めざるを得なかった。生かすべきでない命を救ってしまったのだと。それから私は薬師としてあてもない旅に出た。そして患者を選ぶようになったのだ。救うべき価値というものをね。その両手、よく考えて使うことだ。かつて君と似た薬師がいたな。わかんねえ。俺にはまだわかんねえよ。なあ、恩人さん、あんたならどうした？教えてくれねえか？なあ。
よう。お。へへ。失礼する。あいつ、いいかね。ふん、ふう、私はオーゲン。ほう。よ。君か。よし。断る。すまないが、アーフィン君、よう。
へえ。あら、やれやれ。ん？おう。すまねえ。お？ははだと？何？うん。メリッサ。ありがとうございます。礼には及ばん。おう。君か。
うしたんだ。いいや。まあまあ。笑わせるな。大丈夫かよ。ありがとな。メリッサ。ああ。ああ私は
それから それから なぜなら救うべき人間じゃない。なんか役に立つものを持ってなかったか。ち、整理する暇なんてずっとなかったからな。オーゲンはこのまま死のうとしてる。それも強い信念を持って。してやれる。俺は何もできねえのか。薬で病を治すだけで手一杯なのによ。人一人の人生なんて俺はただの小さな人間だ。親愛なるアーフェン、これを読んでいる君は薬師として旅を続けているだろう。旅立ちを後押ししたけど、実は少し心配なんだ。君のことだ。旅先で誰かに肩入れして、誰かと同じように悩み傷つくこともあるかもしれない。だけどそんな時は思い出してくれ。僕と肩を並べて勉強したことを。セーフ。何でもないよ。アーフェン。誰かのために自らを顧みない君を尊敬する。僕が知る限り、君は最高の薬師で友達だ。大丈夫。悩むことなんて何もないさ。君は信じる道をしっかり歩いてくれ。
君らしく胸を張って。追伸。話すのは恥ずかしいから手紙をカバンの奥に隠しておくよ。あいつ、手紙にしたって恥ずかしいこと書きやがって。だけどありがとうよ。なんかつまんねえことで悩んでたかな。しゃあ、もうな、俺は信じる道を行くぜ。なあ、それに恩人さんよ。よし、待ってな、オーゲン。やっぱり来しまった。悪い。アーフェン君、頼むから、もう私を放っておいてくれ。せえ。ごちゃごちゃうるせえ。いいから横になりやがれ。な、何をする。自分は罪人だって。はっ、上等だ。どんな人間かなんて関係ねえよ。命をより分けるなんて俺にはできねえ。この手で救えるならどんな命だって救ってやる。それが薬師ってもんだ。俺の信じる道なんだよ。ほらよ、応急処置はした。これで少しは持つだろう。決めたぜ、オーゲン。俺はあんたを治す。病も、そしてあんた自身もな。その体を治す薬を必ず作ってやる。待ってろよ、オーゲン。私を笑わせるだけど、そんな時は思い出してくれ。僕と肩を並べて勉強したことを。アーフェン。確か、
よし。アーフェン君。よし。なんてこった。ありがとうな。しゃ。行くぞ。
しゃ、負けません。投稿シエベル、戦いの準備はできているよ。行くぞ。
きます。かかってきな。悪いな、盛り上がってきたじゃねえか。かかってきな。こんなもんかな。なかなか考えがいがある。マレフィックよ、苦手。かかってきな。よし、そう。ダイブスティールダウン。それでは、これは…カリサーウェイト。えい、行くぞ。かかってきな。こんなもんかな。頑張ります。なかなか考えがいがある。さて、探らせてもらうか。ちょ、なんだと。雷鳴に怯えろ。負けません。これを。さて、探らせてもらうよ。よっしゃ、癒しの奇跡を与えたまえ。うわり。行きましょう。クルター・グラティエ。さあ、どうだ。やっ、やっ。高校シェーベル。集中していこう。と。ほらよ。クルター・グラティエ。
こんなもんかな。行くぞ。癒しの奇跡を与えたまえ。カネトルガン。あとは投降しエベル。こんなもんかな。雷鳴よ、轟き響け。覚悟してきたカネトルガン。こんなもんかな。なかなか考えがいがない。これでどうか。行きましょう。さあ、癒しの奇跡を与えたまさて、どうしようか。えいっ。頑張ります。オペリーケネブラ。よっしゃ。こんなもんかな。さてと。ほらよ。覚悟は主王女ドレファンドよ。頑張ります。オペリーケネブラ。なかなか集中していこう。やっ。反撃の守りを。あっ、マレフィックよ。逃がて。頑張ります。オペリーケネブラ。サンガレーかかってきな。ほらよ。
サンダルを。よし。よう。やれやれ。へへ。なんだと。おうよ。なあ、オーゲン。あんた、やっぱ死ぬには早えよ。誰かを助けたいって気持ちがあんなら、あんたにはまだ救える人がいるはずだ。まただ。かつて君と同じことを言った男がいた。そいつも同業者さ。彼の言葉で私は踏みとどまった。希望が見えなくても薬師を続けようと思い直せた。誰だよそいつは。なんて言ったんだ。オーゲン、君にはこの手がある。たった2本だが救える命は数知れない。だから生きてくれ。この手を求める誰かのために。誰かを助けたい、その思いがある限り。君にはまだ救える人がいるはずだ。なぜ私を助ける。おや、苦しむ人間がいるから助ける。当たり前のことだろ。彼は私にそう言った。君はなぜか彼のことを思い起こさせる。なんてこった。俺もなんだ。俺もガキの時その言葉を聞いて。なんだと。違いねえ、その人は俺の命を救ってくれた恩人さんだ。おじさん、ありがとう。
どうして助けてくれたの？うちお金ないぞ。いいかい？苦しむ人がいたから助けたんだ。当たり前のことだよ。俺もおじさんみたいになれるかな。かっこいいって思った。恩人さんの薬とその言葉で俺は生き返ったんだ。あの人みたいになりたくて。俺は薬師になったんだ。なあ、彼の名はグラム・クロスフォード。だが、それから、はあ、ありがとうよ。もういいのか、オーゲン。ああ、君のおかげで死に損なった。数日、生死の境をさまよったが、最後は君の薬が病に勝った。だが礼は言わん。私は望まなかったことだ。いらねえよそんなもん。この墓標は何だ？君が建てたのか？ああ、恩人さんを弔うためにな。会ってみたかったけど、まあ、しゃあねえな。グラムも会いたかったろう、薬師となった君に。さて、そろそろ行くか。
薬を待ってる奴がどこかにいるだろうからな。あんたどうすんだ。さてね、罪を償いながらあと少し生きているか。この手で救えるものがまだありそうだ。君とグラムが重なった時、なぜかそう思えた。思い出したのかな、薬師というもの。ハハハ、やっぱ間違ってなかったぜ、俺の信じたもんはよ。じゃあな、もう道に迷うことはねえだろう。お互いにな。笑わせるな。